ンポン。やばいやばい、どうした？あかりちゃん、私思いついちゃったんですよ。もしかしたらこの発想は動画界隈の常識をひっくり返してしまうかもしれない。まさにジェネレーションレボリューションね。レボリューション、早く話を進めろや、しばくぞ。つまり逆転の発想ですよ。何言ってんだこいつ。動画って基本的には人の顔を見せて進行するじゃないですか。まあせやな。ここを逆手にとって、逆に足だけで行っちゃうか。バカじゃねえの。じゃああかりちゃんも足だけで行きましょうか。いや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 、おい、奥の体、足に女カメラ、だからって胸に女普通に映せや。どうですかこの光景。ユニークオフザベスト。狂気に曲振りした絵面やめろ。こんちは。うわあ、首ちょんぱされてる。いや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 、ただ画面に足しか映ってないだけやで。そうですよ、誰の首がないんですか。あながち間違いじゃなさそう。ふむふむ、まああれですね、とりあえず踏んでください。話はそれからだ。葵さん、エロやししてんな。セイナさん、てかこれどうやって進行してくね。表情がわからないから情報が伝わりづらいやろ。甘いですね。私、ベテラン動画クリエイターゆかりならば、この状態でも感情を伝えることが可能です。何？言語が伝わらない場合の情報伝達手段、ジェスチャーで感情を伝えてやるぜ。おう、行くぜ。てめえ顔使ってんじゃねえ。逆に顔使わずに感情が伝わると思ってんの？ごめん。あ、でもあかりちゃんならあれをすればいけるかもしれない。はい、あれってなんや。ですね、まずしっかり正面向いて、はあ、足をガバッと開いて、そうそう、準備 OK。 はい、四股踏んで、うん、見えないからやりたい放題できるわ。嬉しい。ごめんごめんって、やっぱりこれじゃ話進まんて。いつも話なんか進まないだろ。しばき倒すぞ。うん、いい発想だと思ったんですけどね。改善案とかないですか？ないよ。え、待って、足だけじゃ足らないということは、手を移せばどうなると思う？発想の変化だね。おいアホども。え、待って、手を移せばより分かりやすくなるということは、体も移したらやばくないですか？発想の転換だね。おいバカども。え、待って、みんな待って、体を移せばより分かりやすくなるということは、顔を移したらどうなっちゃうんだ。うわぁ、転換だ。元に戻ったよ、とアホども。